いきなりハイチ映ってなくてテロップ出てるからね、何事かって思うかもしんないけど、これ普通モードでございます。一つ質問したいことがあって、文房具、たくさんの問題集、漫画、スマホ、友達からもらった手紙と推しのポスターと6個今あるじゃないですか。この中でみんなが今さ、勉強机の上とかさ、勉強するとこの周りにこの6個のものがあったらさ、みんなの集中を妨げになるもの、つまりみんなの集中を邪魔する可能性があるものってどれだと思います？この6個の中で。じゃあそれを考えてもらった上で本編スタートしておこうと、行こうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちなみにハイチはここにいました。改めましてどうも、ハイチです。さあ、夏休みが近くなりました。夏休みになると皆さんね、普段よりも家で勉強することが増えるはずだと思うんですね。ただ家の勉強っていうのはどうしても集中がしにくかったりとか、ダラダラしやすいっていうのがあるじゃないですか。でそれは自分の気持ちのね、コントロールっていうところもあるんだけども、やっぱり学習環境、勉強机の上にあるその環境だったり、勉強机の周りとかね、その環境に左右されることって大きいんですね。今回冒頭のね、質問にもありましたけど、その辺のアドバイスをね、できたらと思っておりますので、よかったら最後までお付き合いください。今回の動画の最初ね、この質問させてもらったじゃないですか。で、この答え、実は全部なんですよ。え？って思うかもしれないんですけど。で、俺絶対じゃなくて、全部みんなの集中を妨げる可能性があるよっていう、そういう話なのね。で、それを一個一個説明していくんですが、その前にね、大前提として、机の上は基本的に綺麗にしましょう。ちなみにこれが撮影する直前に撮った私の仕事机の上です。片付けたけどねちょっと片付けたけど、かなり物が少ないって感じると思うんです。で、仕事においても勉強するときもそうなんですが、今これ使いますかっていう視点を持ってください。みんな勉強机の上に、勉強するときにこれ使うって、使わないよねって思うものは基本的に片付けちゃう。だって使わないんだもん。それはまず大事にしよう。さっきね、出た6個の項目を、これはこれはって喋っていく前に、基本的に使わないものは片付けるっていうのを1個大事にしてください。それではまず漫画と推しのポスターからいきます。漫画に関してはね、そうだろうなと思う方も多いと思うんです。漫画だったり雑誌だったりゲーム、誘惑物って呼ばれるものですね。これらはみんながこうで勉強してる時にさ、目に入っちゃうと、あ、ゲームしたいとかさ、あ、漫画読みたいって思っちゃうじゃんか。で、思った瞬間、それをゲームに行かなくて踏ん張ったとしても思った瞬間に集中切れてんのよ。で、集中ってさ、切るのは簡単なんだけど、もう一回集中するのって難しいのね。だから極力集中が切れる瞬間を減らしたいの。だからどうすればいいかっていうと、そういったものは視界に入れない。これをまずポイントとして覚えててください。みんなはね、こうやって椅子に座って勉強する方多いと思うんです。だからこうやって勉強をして、こう見た時にこう気づくところ、目に入るところに置かなければいい。だから本当はね、違う部屋とか、もう全くね、自分の部屋になかったりする方がいいとは思うんだけど、なかなか難しいじゃん。じゃあどうするかっていうと、こうね、同じ部屋で視界に入らないところの中でも手に届かないところです。簡単に、こう、例えば後ろ向いてさ、この本棚にあっちゃうと、別に、ここには入ってないんだけど、ここにあること知っとるから、別にしてて、あ、ちょっと、って思っちゃうじゃん。漫画のこととか思った時に、簡単に取れちゃうとね、言っちゃうんだよね。人って行動にワンクッション、何かしなきゃいけないことが入ると、やらなくなるんですよ。つまり、ちょっと立ち上がって、歩いて行って、しまったったら、しまっているものをこう、出してきてとかっていうと、何個もクッションが入ると、それはめんどくせえからいっかってなりやすいんです。つまりこうね、自分がね、簡単にその誘惑物にアクセスできちゃうと、そっちに行きやすいので、まずは視界に入らないこと、そしてもう一個はすぐに手に届くところというか、簡単にそれに届く、リーチできるところに置かないっていうのを意識して、その誘惑物を対処してもらえたらと思います。でも推しのポスターはさ、漫画とは違くないですか？あと誘惑物ではないって思う方いると思うんです。で、実は推しのポスターに関しては貼っててもいいんですよ。いいの。でもこれは区別があって、推しのポスターが貼ってあります。これ例えばね、勉強机で座ってて貼ってある。で、それをさ、例えばふっと見た時に、推しがいて応援されてる、頑張ろうって思えるんだったら貼っときましょう。だってプラスのものもらってんだよ。それでより頑張れるんだったらグッドじゃん。でもさ、勉強しとってポスター見た瞬間に、あ、DVD 見たいとかさ、ブルーレイ見たい、動画見たいなんて思っちゃったら、
それなんかしたいって誘惑物と同じでしょ。そう思っちゃう対象になってるんだったら、その今のその時期は外しとこう。ずっと外さなきゃいけないわけじゃないの。きっとみんな自身のその時の気持ちとかコンディションによって変わってくるんだよ。で、そうやって推しが、あ、頑張るよ、いや待っててねみたいな、ね、これをテスト次450点取ってライブ行くからねとか思えるんだったら OK じゃん。 OK なんだけど、そこはみんな次第なの。ただこうね、ポスターとか見た時、まあ、メッセージか何か見た時に、グッズ見た時に、あ、なんかしたいって思っちゃうようだったら、それはちょっとまあ視界から外そう。同じように漫画と同じようにちょっとね、こう手に届くところにすぐ置かないとかいうのが必要になりますので、まあ絶対ではないんだけど、みんなの状態とみんなが思いと相談して決めてもらえたらと思います。次は手紙と文房具いきましょう。手紙は推しのポスターと感覚が似てるんですけども、なんかさ、嬉しかった手紙とかあるじゃん。それを見てさ、頑張るって思えるならプラスだね、 OK なんだけど、例えば読みたくなっちゃうとか、読むなんてすぐなんだけど、でもやっぱりさっき言ったみたいに集中って切るのは簡単だけど、もう一回入れるのが大変なので、切ってほしくないんだよね。あ、その手紙の存在が、あ、ちょっと一回読もうって、ね、たったね 1,2 分だと思うんだけど、戻せないんだよね。そこの労力がもったいないので、そういう風に意識がね、読もうとかね、その集中、自分の集中を邪魔しちゃってるなって思うものになっちゃってるんだったら、同じように片付けるようにしましょう。次に文房具なんですけど、文房具は置いといてください。いや、私の写真にも置いてあったからね。でもなんでそのマイナスになる可能性があるかっていうと、かなりこれ特殊な例ではあるんだけど、実際いたのよ、生徒で。あのね、彼氏にもらった文房具だったりとか、まあ、なんか思い出がある文房具があった時に、それを見て違うことを考えちゃう可能性がある。まあ、例えばディズニーがめちゃめちゃ好きな子がディズニーグッズのシャーペン使ってました。それ見た瞬間に、なんか違うもの、だから動画を見たいとかも同じね、そっちに意識を持ってかれる可能性がある。彼氏からもらったものをね、見た瞬間に、ふと、あ、LINE 来てないかな、みたいなのを思っちゃう可能性があるんだったら、そこはちょっと待てと。だって使う回数多いからね、思い出す回数も多くなっちゃうんだよね。よりこうマイナスになっちゃうじゃんか。だから基本的には置いといていいんだけども、自分で、あ、これは、うん、なんだろう、自分の集中をね、少しこう妨げてる可能性があるなって思うんだったら、捨てろとは言わないよ、大事なものだからね。ただ勉強じゃなくて違う場面で使ったらじゃん、まあ、学校で使うとかでもいいと思うので、家の自宅で勉強するときはどうしても集中が切れやすいから、その時は使わないようにしようみたいな風に決めて使ってもらえたらいいのかなと思っております。ちなみに文房具に関しては、とにかく量を減らすっていうのを大事にしてください。これは俺がね、置いてあった勉強机の上もそうだし、まあみんな筆箱使ってるから筆箱の中がメインになるかと思うんだけど、みんな筆箱の中チェックしてみ、ペン何本入ってる？いっぱい入ってる方いると思うんですけど、それ8割ぐらい使ってなくないですか？え、こんなんあったんだっけとか、え、インク切れとるやないかいとかあると思うんです。減らそう。あ、まあね、こうパンパンなね、筆箱が好きって方もいるかもしれないんだけど、筆箱のペン探すだけでも時間かかってんのよ。そんな数秒よ、数秒だけど、その探すの何回やってるんって、積み重ねたら100回200回いっちゃうよね。もったいないんだって。ペンを探してる時のその時間ってさえ集中切れる可能性があるんだって。だったら少数精鋭、私の相棒はこいつたちだと、ペンはこれ、シャーペンはこれ、消しゴムは定規はこれ、いいじゃないですか、かっこいいぞ、俺はおすすめしてる。まあ絶対ではないんだけども、その文房具ね、勉強机に置いてる文房具、筆箱の中の文房具っていうのはちょっと厳選しようね。使わない子は出しておく、まあ捨てろとは言わないから、とどっかにね、箱の中に入れておくとかで構わないので、そこはまずね、夏休み入る前にやっておいてもらえたらと思います。次はたくさんの問題集。特に受験生の方とかはね、勉強机の周りに問題集がいっぱいある方もいるかと思います。これはいいんですよ、いいんです。使う時にさ、手に届くとこにあった方が探しやすいからいいんだけども、何がネックになるかっていうと、例えばみんな英語を今勉強してるとします。英語ね、これ問題やってますと。で、その時に、じゃあ左前に数学の問題集がいっぱいあったと。パッて見た時に、あ、やばい、数学もやんなきゃ、あー、みたいな。こうやっぱさ、やんなきゃいけないと、わーってなると、ネガティブな発想になりやすいですよね。頭がわーってなりやすい。それのスイッチ入るとね、集中切れとるのよ、その瞬間ね。だから置いてあることによって、こう、あ、違うね、そのもっと頑張らなーみたいな、そう、勉強し、この英語の問題を解いてたのに違うことに意識が持ってかれてしまう状態、これね、いつもじゃないと思うの。その時のやっぱり、さっき言った自分の精神状態とかコンディションによると思うので、あ、今日はちょっと隠してた方がいいかもしんないなとか思うんだったら、いつも置いてある参考書ちょっと違うところに置くみたいな対処をするといいです。問題集に対してさ、そこまで考える必要ないって思う方もいるかもしれないんですけど、大事なポイントは、とにかく自分にとって集中を妨げている可能性がないのかなっていう視点です。
で、これを決めるのはみんな自身なの。だから絶対こうとは言えないわけよ。その推しのポスターとかもそうだけど、別に大丈夫な方もいれば大丈夫じゃない状態の方もいるわけなので、みんなが決めるしかない。でもきっとこういう話を聞かないとさ、問題集自体そんな風に思う方いないじゃん。だからそういった可能性もあるんだっていうのを伝えたかったので、まあ、今回ねこんな話をさせてもらっております。そして最後はスマホ。よく通知を切ってれば勉強机に置いててもよくないですかって言われることがあります。まあ、気持ちはわかるんですけど、私の意見としてはスマホって通知が鳴る、そんなん関係なしに視界に入った瞬間にもう 95% の確率ぐらいで集中を切ってくるものだと思ってるんです。例えば普段 SNS を使っている方がいるとします。でそれが置いてあって、でも通知は切ってるんです。切ってる。でも勉強しててさ、これが目に入った瞬間に、あ、LINE 来てんじゃないかなとか、 Twitter とかインスタ誰か更新してるんじゃないかなって思いませんか？そこで見なかったとしても思った瞬間にちょっと切れてるんですよ、集中が。でこれやっぱすごくもったいないんです。それぐらいのパワーがある。でも SNS やってないんでっていう方も、例えばゲームをしてる方、普段ねスマホゲームをしてる方も、あ、スタミナ回復してんじゃないかなとか、なんか今時間限定のダンジョン来てんじゃないかなとかって思っちゃうんですよ。そのぐらいのパワーがあるんだ、あいつらには。だから基本的には視界に入らないところに置いておきましょう。ちなみに高校時代の俺はですね、俺はつうかもう20年以上、うわ20年以上前の話になりますけど、同じように感じていたので、部屋にね布団があったんですよ。俺布団があったから、その枕の下に置いてた。でそれは勉強机のからちょっと離れてたんで、だからすぐ届かないんですよ。だから視界にも入れないし、すぐ取ることもできない場所に置いてた。でそれでもなんかね、あ、今日ダメだ、気になっちゃうっていう時はリビングにわーっと置きに行ったりとか、そういう風にしてすぐ届かない、すぐ触れないところに置いておきましょう。それだけでもかなりこうスマホによるマイナスのこう影響を受けにくくなりますので、うまくその辺もね扱ってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回ね一番伝えたかったのは、みんな自身で決めていいんだよっていうところです。実はね、いっぱいアドバイスで話をねさせてもらったんですけど、これを絶対やんなきゃとは思ってないです。だって推しのポスターとかさ、誘惑物一つ取っても結局みんなにとって邪魔になってるの、邪魔になってないのっていうとこじゃないですか。つまりみんな自身が決めなきゃいけないんです。決めなきゃっていうとってなるかもしれないけど、ちょっとポジティブに考えよう。みんな自身が決めていいんです。自分で決めることができることなの、こういうことはね。で自分で決めるから次に生かせるの。だって決めたけどさ、あ、なんか違ったみたいなあるじゃん。今日はさ、例えば朝起きた時に、いや、なんかちょっと歯車悪そうだなって日もあるじゃん。今日なんかうまくいかなそうだなって。でもまあきっといけるよ、やってみようと思ったら、案の定推しのポスターにめっちゃ引っ張られたみたいな。そっか、今日は私こういう感じの時はこういう風にね引っ張られちゃうんだなって、次はちょっと気をつけようって思うかもしれない。そうやってトライアンドエラー、試してみて調整してって、それを繰り返していくことによって、みんな自身の勉強のやり方、学習環境を作っていけるの。すぐは作れないんだって。でもそうやって積み重ねてたらさ、レベル上がってる感じするじゃん。でそのレベル上がっていく中で勉強効率間違いなく上がるから、集中しやすくなるから。で集中しやすくなって効率上がったらさ、やるべきことも短い時間で済ませられるようになるでしょ。浮くじゃん。で浮いた時間でライブ見れるじゃん。そうやっていいことがたくさん起こっていく、そのいいことがたくさん起こっていくきっかけを作るのはみんな自身なんだ。だからぜひ、まあ、今回ね喋ったことを全部活かしてとは思わない、そこまでは思ってないんだけど、何かしらのヒントにしてもらって、みんなの学習環境をより良いものにしていってもらえたらと思います。はい、ということでね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね。夏休み前か、頑張ろうね。